おはようございます。初年度秋の次23日をやっていきましょう。ポテト。さてと、今日は何やろっかな。種菌をまた原木に植えて、あとは他の様子を確認してかな。ちょっと時間を潰すためにここにやってきました。ザックザック鉱山。オリハルコンのハンマーにしてから来たっけ。この最高の火力を頑張ってもらいたいよ。あれ？あれ、はい、ハンマーオリハルコンになってるこれ。あ、よかった。なんか見た目が金に見えたんだけど、大丈夫でしたね。んどっすい。でも壊した数に対する体力の消費は変わってなかったりすんのか？そういうわけではないのか。エメラルド買って。それ。それ。それ。頑張ってエメラルドを壊しておこう。ペロペーン。めっちゃすげえいい音だった。これ意外と時間も足りないからね。急がないと。それ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 。ペロペーン。なんかすげえなんか音鳴るな。ペロペーン。サファイアを手に入れて、サファイアはペロペンならないんだな。奥になんかあるかい？体力は限界です。回復する手段ないかな、これ。あ、無駄に一回振っちゃった。これ奥の方まで行ったらなんか、めっちゃレアな原石あったりすんのかな？これはもう、壊せないよな。体力限界だと思います。ああ、これ以上やると、絶望してしまいます。フィニッシュです。スコアを確認するけど、エメラルドが、7個で1000に対して、鉄鉱石100個あっても500なんでしょう。やっぱり宝石が占める割合が相当でかいから、これなんか一気にドバってチャージで破壊するより、宝石をピンポイントで狙っていった方がいいな。で、宝石がいっぱい集まってるんだったらためを使ってもいいっていう感じなのかな。ハイスコアボーナス。え？体力さ、え？上限増えるの？知らなかったんですけど。あ、これ、こういうのあんの？これはやっといてよかったですね。とてもいいものを知ったぜ。ちょっともう一回やろうか。体力の上限には関係ないけど、もう一回ハイスコアを狙ってみたい。しかしこれ邪魔だな。あんまりたくさん壊す前提だったら、貯めでもいいんだろうけど。というのを実践していこう。空。やっぱり通り道は最小限にした方がいいかな。と言いつつドバッと壊す。で、ここは下を壊すより左の銀を壊した方がポイントが高いよね。みたいな感じでいけばいいんじゃないかな。めんどくさがらずに一個ずつ壊す方がいいかな。でも総合的にはな、通り道をなんとかするためにはまとめて壊した方がお得な場合もあるよな。こっちはあんまりいいのないな。でもこの辺とかは2個壊すだけで進めるから貯めるよりはこういった方がいいよな。宝石がねえ。全然宝石がねえぞ。やっと1個見っけた。1回、2回、3回。これは貯めでもよかったかな。あれ？こっちもうないやん、全然。騙された。こうやって慎重に探していけば、時間は足りなくなってくるか。こっちの方が物ある。くぅ。なんだかんだルビーが結構狙い目だな。
貯めとこう。ペラペーン。これ5000ポイントぐらい？さっき5000いったんだったっけ？いいスコアを狙うには5000ぐらいを狙うのがいいのかな。エメラルド、届いた。あれ？時間切れちゃった。でも一応加算はされるんだな。最終スコアは4500。5000いきてえな。ぬん。コロコインが地味に集まるが。あ、もうこんな時間か。じゃあ一旦帰ろう。牧場へやってきたぞいと。あ、思い出した。大工屋さんで、ナイジェールさんにお話を聞きたいよ。牧場施設の開発で、大きな鳥小屋って何がいるんだったっけ？硬い木材10、シルバーインゴット10、柔らかい草50。大きな動物小屋に比べると、なんか、えらいリーズナブルに感じるな。こんなもんでいいのか。じゃあ今日中に作って、種付きも一緒にやってしまおうか。そうだね。じゃあそっちをやることにしますので、とりあえずまた一旦牧場帰って戻ってくるのをやりましょう。その時に種付きの方もお願いして。で、種付きをお願いしに動物屋さんに行った時に、ついでになんかペットも、一匹迎え入れられたらいいかな。イベント、お、ララさんのやつだ。これ星じゃねえや。ハート5個のイベントだね。あら、今何か用？私はお仕事中ゴミを拾ってた。観光案内のお姉さん。そういうお仕事もやってんだね。ぼっとしてた？そうね、ちょっと考え事してたかもしれない。観光客が増えるのはいいんだけど、ゴミが増えるのもってね。海が好きで観光案内してるのに、それで海が汚れたんじゃしょうがないしさ。悩ましいな。人は来てほしいけどな。いっぱい来てたらそりゃ変なのも何人かいるよな。手伝ってくれるの？それじゃあお言葉に甘えて。じゃああっちの方まだだから二人で綺麗にしましょう。見た感じはあんまり気にならないけどな。でも割とそういうもんだよな。見た目気にならないけど、よく見るといろんなところにゴミあるよねっていうのが観光地あるあるだと思う。二人だと早く終わるね。パワー2倍ですからね。無駄な考え事をしなくなるから、からしきしら。何を考えてんの？ゴミかと思ったけど貝殻か。それはいいの？貝殻に対してちょっと失礼じゃない？冷たくて気持ちいいよ。秋の海はちょっと寒そうだけどな。濡れた砂って気持ちいいよね。ああ、いいな。なんかちょっと、憧れはあるな。最近というかもう全然海に行った記憶があんまりないから、イメージは湧かないけど。でもその、浜辺のサラサラとした砂が濡れてて、ぬかるんでるっていうのはなんかすごい気持ちいいよね。泥とはなんか違う感じ。海は好き？あんま行ってないけど好きではあるな。私たち似てるのかもしれないね。ぐっと距離が近づいた感じですね。おー、いい感じじゃない？なんかこの段階を経ている感じがすごいそれっぽいよな。それっぽいというか、なんかすっ飛んでる感じがないね。順番に仲良くなっていってるっていう感じがする。海に入るのはいいのか。水着とかはないからな。ありがとう。こういうの小さい時から好きだったな。デイモンとラーシュはなんか似たようなところにいるし、雰囲気もちょっと似てるから、なんかいいのかな。どうせさん、こんなお外で何してんの？精霊祭、若も楽しまれたようだ。なんか花火大会もそんなこと言ってなかったっけ？花火大会、若も楽しまれたようだ。って言ってたような気がする。さて、もう一回この街に来る予定があるので依頼確認しとこっか。しなやかな木材1本。しなやかな木材1本は900になるか？いや、もともと出荷で900超えるなんて相当レアなものだから、しなやかな木材1本で900なら、わいわいかな。公園のイベント。おお！くーん！わん、わん、わん！かわいい犬だ。なんか首につけてるな。飼い犬なのか？ほら、バスター、見つかっちゃうだろ？バスターって名前なの？ほら、こっちに早く隠れ！何をしているのかな？あ、芋！ワンワン！参ったなぁ。だいぶ、俺をここで見たことみんなには内緒だ。なんでだい？バスターを隠れて飼ってんのか？もちろん、この犬のことも。どうしてなんだい？この犬に興味あんのか？だったら教えてやるよ。この犬は俺の弟子だ。弟子なの。お座り！おぉ、賢い。お座りの申しはあるんだ。
お手。わあ、ちょっと強引なお手。上出来だ。ワン。訓練しているな。あ、死に来ちゃったじゃないか。ふーん、おばさんに秘密で犬飼ってたんだ。やば。おばさんに言いつけちゃおっかな。やめてくれよ、飼ってるんじゃないんだよ。こいつはただの友達なんだよ。そう、それじゃあ私もこの子と友達になっていい？いいけど、無理なんじゃないかな。俺こいつにしか懐かないと思う。フラグ。お座り。はい。お手。仰せの通り。バスター、お前。おばさんには内緒にしておいてあげる。この子のことはみんなには内緒。三人だけの秘密ね。俺も含まれてんのか。しょうがないな。秘密厳守だからな。このバスターは今後出てくるのかな。とか、誰に、ね、指示されてもちゃんと命令通りに動けるって普通にすごいな。めっちゃ賢くない？硬い木材と柔らかい草を覚えてる。真ん中なんだったっけな。ちょっと鳥越の素材、銀か。硬木銀、柔らかくさだな。数覚えてないんだけど大丈夫なの。ナイジェルさん。それでは牧場施設の開発にやってきました。大きな鳥小屋。通常の鳥小屋よりも大きな施設。全部で10羽同時に飼育できる。種付きをして子供を産むこともできる。購入します。でもこれよく考えたら大きな鳥小屋牧場に置かないと鳥の種付きできないよね。もう、行ったり来たりになっちまうぜ。いやーでもさすがにめんどくさいので、また置いてから戻ってくるのはね。今日は、牛の種付きをちょっとやってみようかな。で、あとはペットを飼うみたいな。ペットは、まあ、基本的に犬猫だけかな。ポメラニアンの犬が、ワンコが今いるから、次はニャンコを飼おうかな。ペルシャ。この顔の、目がね、中心に寄ってる感じはなんかすごい、シンパシーを感じるね。スコティッシュホールド、アメリカンショートヘア、ミックス白。かわいいな、これ。なんかあんまり見かけない感じ？ミックスっていうのはそのいわゆる雑種って呼ばれてる系統ってことでいいのかな？その、血統種付き、血統付きではないみたいな。こういうアメリカンショートヘアみたいなね。なんか特別な名前があるわけではないってことなのかな？この真っ白な猫とかいいな。この子を迎え入れようか。メイ。君の名前はメイクイーンのメイだよ。この名前にします。まあ普通に可愛い名前だしいいんじゃないかな。はい、オッケー。にゃんこも、迎え入れたところで、次は種付きをやりましょう。こっちの小屋じゃないとできないんだな。あ、そうか、その種付きをする動物がその小屋にいないとダメなのか。で、大きな小屋じゃないから種付きはできないと。なるほどな、そういうことになっちゃうのか。じゃあどうしようか。また後で入れ替えをやるとして、今回は何かやっておこうかな。いきなりこのヤギの種付きから行く？まあ、どの動物でもいいしな。やってみようか。仲良し度ハッピー度マックスまで行ってるね。オッケー。じゃあ、銀の種付きをしましょう。よっこいせ。妊娠中。お、子供用の枠。生まれた子供が入ります。だから、アルパインヤギが一頭増えるんだよな。なんて名前にしよっかな。おお、いたいたいた。めいちゃん。めっちゃ元気に駆け回ってるね。みゃー。さあ、ポテトと仲良く一緒いてくれ。走り回るね。せっかくだから、リードでちょっとお散歩してみようか。最近リード使ってなかったな。行くぞー。よっこいしょ。行くぞー。行くぞー。うおぉ、お散歩じゃー。猫が自分の後ろをついてきてくれるってなかなかないな、経験的に。いや、後ろをついて来られた経験はあるか。なんというかね、追いかけ回されたことがあるんですよ。ちょうど子供の頃仲良かった女の子の家行ったらね、黒猫飼ってて、その子の家で。で、その家の中でね、ひたすら、ずーっと追いかけ回されたっていう記憶があるんですよね。黒猫にね、なんか、じーっと顔を睨まれながらね、ひたすら10分ぐらいずっと追いかけ回されて、子供ながらにすごい恐ろしかったね。
絶対こいつ噛むでみたいな雰囲気をね、ひしひしと感じてたからね。でもまあ、このニャンコは賢いし大丈夫だろうな。いやー、これ散歩やめるって言ったら、家の前まで帰るんだったっけ。でもなんかここでほったらかしにするのもかわいそうだからな。このまま散歩を終わらせて帰りましょうか。お、やっぱこれ散歩続けてるとなんかちょっと仲良くなるんだね。いやー、おいでおいで。なかなか走り方がスマートだな。ウィーン。またポテトともお散歩してやりたいな。よし。じゃあちょっとこの中を通っていこう。通れるかい？通れるかい？通れるかい？うわあ締め出されてるし。おいで。あれ？もしかして入れないのかな？ちょっと柵の中は、てか、そもそもこのね、引っかかりがなかなか激しいから、簡単に通れないのかな？簡単に通れないのか、そもそも通れないのかわからないが。こうやって毎日、粘土からレンガを生成するんだよ。猫に何を教えているのだか。工場がいっぱいで、うまく通れないにゃ。よし、ではお散歩やめて。自宅に戻りまして。行くぞ、ポテト。ポテトとも久しぶりにお散歩をするのだ。さあ、工場自体はこのようにスマートに駆け抜けるんだぞ。あ、しなやかな木材のことを忘れている。何をやってんねん。やっちまったな。まあいいや。さすがにもう一回行くのはめんどくさいので、今日は諦めよう。しなやかな木材、依頼であったな。忘れてねえぞ、俺は。私に行くの忘れてたら意味ねえんだよな。やばいな、もうほんと一個の目的を達成したらそれで満足してしまう体になってしまったな。テク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 。お散歩に夢中ですっかり忘れていたけれど。やっぱ通れないな。大きな鳥小屋を置きに行かないとね。木が生えている。草が生えている。あれ？あー、ポテト、やってきたぞ。柵を貫通してきたのか。ちゃんと見てなかったけど。だっせい。すごいな、これちょうどペットが下をくぐり抜けてるわけだな。だからなんか、大丈夫だよって。この、強力な鎌攻撃も当たらないよっていうことなんだろうな。はい、どうせい。何にしよっかな。やはりシーチキン小屋の一個上となったら、スーパーシーチキンだよな。名前を考えるのがめんどくさかったから、というのもあるけどね。大きな鳥小屋が出来上がったぞ、と。そうか、大きな鳥小屋にも、自動餌入りマシーンを入れておいた方がいいな。お、大きな鳥小屋。通常の鳥小屋よりもたくさんのニワトリを一度に飼うことができます。動物やデータの付けをすれば家族を増やすことができます。これは？あ、これがそうか。種付け用の孵化箱ってことか。あれ、動物小屋にそんなんあったっけ？確認しましょう。いったー。てか、種付けしてもミルク絞れるんだな。そして今日放牧するの忘れてんな。いろいろごっちゃごちゃですよ。危ない危ない。動物のお世話してなかったわって言うけど。まあたまには小屋の中でっていうのもありでしょう。もーん。めー。弱弱。メーカー系がやけに仕事してねえなと思ったらそういうことだったのか。ブラッシング待ちです。これってここで確認して動かせるんだったっけ？あ、え、こんな風に移動できんの？すげえな。便利すぎる。なんか一旦解除してから小屋の外で連れ歩きしないといけないのかなと思ってたんだけど。これがいけんのか。よし。じゃあちょっとスーパーミルミル小屋でミルクレープはまた種付け待ちにしよっかな。この左上の緑色の数字1っていうのが何代目かっていうことなのかな？ってことだと思いますので。動物小屋の小屋移動を始めます。いってらっしゃい。また種付けで頑張ってもらいましょう。このノートでこういう風に簡単に移動できるんだね。それでは、この牧場で最初の動物であるオムレツくんにも、ちょっとスーパーチーチキン小屋に移転をしてもらいまして、
またそこで種付きに頑張ってもらいましょう。動物の声を始めます。いってらっしゃいな。で、オムレツが移転したね、スーパーチキン小屋にもあれです、自動餌やり機を入れておかないといけないので、銀インゴットだけでいいんだったっけ。うん、いいね。自動餌やりマシンを、餌入れマシンで作っておきましょう。オッケー。ふっとワープするね。ちょっと面白いなこれ。よし、ちょっと1話だけで寂しい感じもしますが、高級カイバーを入れるよ。パッパッパッ。ちょっと明日はちゃんと放牧してやりないとな。浮かすだったぜ。晴れているのに放牧を忘れるとは。ん？あれ？え？なんだこれ？え？なんだこれ？え？え？なんでキジメーカー埋まってんの？え？怖いんだけど。すげえ怖いんだけど。大丈夫？片付けまして。え？なんなんだ？他置いてみる。戻った。なんだったんだ。すげえ、なんか、絶妙なバグを見てしまったな。ああいうことも起こるんだな。実害がなくてよかったけどな。なんだったんだろうな。まあ、置ける場所の結構ギリギリのところに置いてあったからかな。それでなんか、影響しちゃったんだろうけど。びっくりした。なんか、メーカー系ってほったらかしにしたら勝手に壊れちゃうのかなとかって、一瞬思ったわ。全然使ってなかったからな、あの端っこのやつ。そういうせいかと思ったわ。でもまあ、何も問題がないならばそれでいいんだけどな。もしかしたらあまりにも使ってなかったから、埋まってしまった可能性もなくはないけどな。それでは、ジュエリーリング作成の儀を行う。いざ、参る。どすい。パッパラーン。まあ、ジュエリーリングはな、単純にプレゼントして喜んでくれるのはわかるけど、同じのを何個もプレゼントしたらさすがに、もういいわってならないのかな。もう、ジュエリーリング10個以上もらってるんだけど、はめる指がないんですけどって、言われそうじゃない。さて、で、星さんのしめじ種菌が出来上がりましたね。種植えよう。どこいしょー、どこいしょー。いいぞー、いい感じに、レベルが上がっているぞ。じゃあ、次は。エリンギ、しめじが終わったから、次はマッシュルームだね。マッシュルームはもうすでに星5だね。おう。おー、めい。にゃんにゃん。これどんどん増えていくんだろうな。